3番手ぐらいから4コーナーで先頭並びかけるぐらいのね、そういう競馬をしてもらいたいなという感じしますけどね。外国馬3頭の評価では何が一番ですか、吉田さんは。そうですね、僕はスウェートプログラムもそうなんですけども、在位点が他騎手またがっていますんでね、これもちょっと怖いかなという感じ。日本馬では北斗フィーバス、シクレバー、それから尾行ペガサスね、この辺りも十分勝負になりそうかなって見てますけれどもね。ヒシクレバーが逃げ宣言を行っておりますが、これ前かなり速くなりそうですね。速くなりそうですね。で前半32秒台踏むと先行馬苦しいんですけれどもね、どのくらいペースになりますかね。爆心王が収まりました。さあ日本で最も短いグレード1 14頭ゲートイン完了です。ゲート開いてスタートを切られました。さあまず先行争いでありますけれども、真ん中を通りまして北斗フィーバスが上がっていくのか、外を通って丸高投稿、そしてシクレバーもグイグイをしていっている。エイシンワシントンは現在4番手、抗議を進んでいる。さてその後ろに桜爆心王です。桜爆心王現在5番手、その外にソビエトプロブレムが行っています。ゼッケン当番、外を通りまして勇気トップラン、インコースから赤い帽子4番の競泳キーマンが追撃というところであります。さあ第3コーナーのカーブへ入っていきました。シクレバーが先頭であります。そして桜爆心王は現在4番手というところ。インコースからエイシンワシントン、外を通りまして当番のソビエトプロブレム、その後ろに在位点という構えであります。残り400の標識にかかりました。残り400の標識、最終コーナーカーブ、シクレバーが先頭で向かってきた。そしてエイシンワシントン並んで北斗フィーバス、外を通って桜爆心王がここで先頭に立った。爆心王が先頭に立った。さあ小島太志、これは最後の愛の鞭、爆心王だ。引退エース、爆心王が先頭だ。そして12番のビコーペガサス、4番の競泳キーマンが2着争いというところ。しかし勝ったのは桜爆心王です。史上7頭目の同一 G1 連覇を果たしました。桜爆心王、これで引退レースです。これで最後です。しかも勝ちタイム1分7秒1という日本レコード。桜未来のマークした1分7秒6、未来から爆心王へ桜軍団がたすきを渡した形のタイム決着ということになりました。直線半ばで勝利を確信されたのではないかと思いますが、どうでしたか。いえ、やはりゴール番来るまで分からないです。1分7秒1レコードタイムでした。今のお気持ちいかがでしょう。これぐらい走ってくれると期待してたんですけども、相手馬が分かりませんのでね、ちょっと不安だったんですけど、道中、彼の馬が仕掛けてるんですけど、僕のが手応えいいから4のカーブ回った時点でまず大丈夫だなと思ったんですけど。彼の馬というのは、ソビエトプログラム。そうです。そうですか。桜爆心王、これで引退ということを聞いております。爆心王にねぎらいの言葉一言。もう本当に頭の下がる思いです。また頑張ってもらいたいですね、種馬としてね。来週は千歳王です。小島さんも頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございました。